始まりました活弁シネマクラブ、この番組の MC を担当します文筆家の織田優俊です。本日は、9月6日から、新宿武蔵野館ほかにて全国公開の鳥つく島を監督されました東香織監督をゲストとしてお招きしております。よろしくお願いします。お願いします。東です。活弁はお久しぶりですね。そうですね、2年ぶり、ね、ちょうど2年ぶりぐらいですよね。前回はあの長編デビュー作である、はいはいはい、ほとぼりメルトサウンズの時に、盟友である宇野梅乃さんと2人で来てもらって、はい、早いですね、うん、宇野が途中で泣いた記憶が覚えてます、覚えてます。危険な感じになってそう。いやなんか一緒に泣いて、確かに泣きそうになるってそうっていうのを未だにその2人で話してます。覚えてますね。あ、本当ですか。大丈夫だったかなつって言ってますけど大丈夫です。いや、うん、今回もね素晴らしい役どころで出演されてますけれど、はい、簡単にこの鳥つく島の説明をしますと、カメラを止めるな、カメ止めだったり、あとは外山文治監督の茶飲み友達などなどを生み出した演舞ゼミナールによる、シネマプロジェクトの第11弾となる作品で、今回の第11弾はいつも1本ずつなんですよね、大体って。あれそうですね。あ、いや、でもどうなんだろうね。年によっては、ね、年によってだと思います。で、この今回の第11弾では、東監督とあと道本咲監督が、それぞれ1本ずつ長編を撮ってるっていうところですよね。はい、はい、で、僕は今日なので、そうなんですね、本作の、パンフレットオフィシャルインタビューを担当させていただいているので、スタンダードの内容はあちらに譲っていただけ、ね、被るとなんか動画見ればいいやとかになると困るので、あの方読んでいただいて、さらに、はい、より、東さんの作家性みたいなところを知りたい方、こちらに来てください、まあ、来ていただいているって感じだと思いますけども、はい、ほとぼりに続く傑作っていうのは、ね、あのインタビューの時にもお伝えしたんですけれども、はい、まずは、一応はざっくりと、シネマプロジェクトの参加の経緯からお聞きできればなと思うんですけれども、はい、それこそ、宇野梅乃さんの存在が結構こうきっかけになっているっていうところでしたよね。そうです、はい、そうです。宇野ちゃんが演舞の俳優コースにいて、はい、で私がたまたまその私は映画美学校にいたんですけど、で監督コースにいて、でちょっと役者さんをいろいろ知りたいと思って、はい、っていうのもあるし、その一緒に同期でやってた子が役者もやってる、演舞で役者もやってる、演舞の役者コースにいるっていうのを聞いて、なんか公演を見に行ったんですよね。でこういろんな役者さんを見ていく中で、なんか宇野ちゃんが、宇野梅乃がなんかこうカッパの役で一人でお弁当食べてるっていう、はいはい、絶妙な役どころ、あんま見たことない役をやっていて、はいはい、なんかいいな、妙に気になるぞと思って、うんうん、直感的に仲良くなれそうと思って声をかけた感じ。すごいですね、そこで声をかけたっていう。そう、それで、まあ、それもあって、うん、市橋さんともなんかまあちょっと知り合って、演舞の代表で、そうで、あ、演舞の作のプロデューサーでもある、はい、市橋さんと、はい、それで、まあ、そこからすぐにっていうのはもちろんなくて、うん、まあ、その後ずいぶん経ってから、まあ、宇野さんと一緒に卒業生ってこともあって、はい、ほとぼりメルトサウンズのポスターを貼らせてもらいに行ったんですよね、はい、うんうん、演舞に。そうです、演舞に、うん、でその時に、まあ、見てほしいですっていうふうにお願いして、はい、ほとぼり見ていただいて、うん、でまた声をかけてもらったという感じでございます。なるほどなるほど。宇野さんとは今まで何作一緒にやられてるんですっけ？一番最初の5分の映画が1本あって、土曜日ランドリーってやつと、はい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 、その後に1回、まあ、ちょっと全然世に出してないようなやつがあるんですけど、ああ、はい、見れてないやつとか、見てないやつがあると思うんですけど、はいはい、それが1本と、あと、もう一個岩橋さんの子29歳ってやつは一緒に作って、はい、うんうんうん、でほとぼりも出てもらって、うん、で今回も出てもらったっていう感じですか、ね、うんうん、そっかそっか。もう欠かせない東作品には欠かせないっていうところで、ちなみになんですけど、その演舞の公演を見に行って役者さんを知りたいっていうのは、どんな役者さんが今か、うんうん、こう活動しているのかっていうよりは、うんうん、役者ってでなんだろうみたいな感じですか？そうですね、それもあります、うんうん、どんな人がいるんだろうみたいな、はいはい、私もこう勉強してるって、学校に通ってる
立場で、なんか同じようにこう役者を目指して学校に通ってる人たちをこういろいろ美学校にもあるんですけど、はいはい、演文も気になってたのでちょっとそれでもあってみましたね。ちなみに美学校の時も、アクターズコースの、その発表会とかって行ったりしてたんですか？あ、そうですね、それも見たりしてました。アクターズコース美学校の方は行ったことあるんですけど、演舞の演劇って見たことなくて、結構なんかテイストって違いますか？あ、全然違いますね。私が見てきたのは結構違くて、はいはいはい、まあ講師とかね、あれにもよるとは思うんですけど、そうですね、割とこうコメディ演舞で見たのはコメディ寄りだったりとか、エンタメって感じ。そうですね、割と美学校の方はちょっとこうなんていうんですかね、そうですね、平田さんとか、うん、はいはいはい、はい、だそうですね、なるほどなるほど、ありがとうございます。そして今回はそのお母様である東直子さんのこの小説を映画化、はい、する企画を立ち上げたっていうところですけれども、はいはい、これあれなんですよね、パンフでも聞いたんですけど、その市橋さんから今回撮りませんかっていうので話が来た時に、はい、何個企画が持ってったんですっけ？5個くらい、ね、でその中でもう市橋さんとしては即決 で、 で、ね、これでしょってなった、これですって言われました、うんうん、ちなみにこれは多分パンフには書いてなかったと思う、うんうんうん、どんな感じのや、あんまりまあ漏らさない方がいいですね。あ、いやいや全然あの簡単で言えるやつだったら、本当ざっくりしたやつが何個かあって、はい、でまあ、1個自分でも今覚えてるっていうか、やりたいなって思ってるのが自分のこう等身大、これ35なんですけど、なんか異常に反抗期がまあ30歳ぐらいまで長くて、何かにイライラをしてたりとか、あとなんか子供心が抜けないというか、なんかこう大人になっているのか子供のままなのか、このままではやばいのかみたいな、もんもんと考えてる時期が長くて、まあ、今も そこにいるんですけど、そういうなんかチーク玩具集めたりガチャガチャが好きだったりなんか変われないんですよねみたいな、そういった自分を映画にしてみたいっていう、まあ割とちょっと漠然としてたかもしれないんですけど、本当に等身大をやりたいっていう企画が一つありました。はい、でもなんかまあ結構あの活弁では2回目ですけど、それ以外でもいろんな、例えばほとぼりの時は、はい、舞台上でもお話ししてますし、あと大阪アジアの時のパンフ用の超ロングインタビューとかでもやってるから、はいはい、結構いろいろその作品単位じゃなくて、東さんご自身の話とかも結構聞いたりして、はいはいはい、何に興味があるのかとか、なので今のお話とかも聞いてても、なんというのかその結びつきますよね、この作品たちと何か普段なんかそういうキャラクターというかうん、なるほどなるほど。 でもあのお母様はいろんな作品書かれてるじゃないですか、うん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 、それこそ別にあの歌集とかでも、うんうんうん、むしろそれをモチーフに作品って立ち上げるのって、まあ、素人だからあれですけど、なんか無理ではないのかなっていうか、膨らませ方むしろあるのかなっていうのは思いつつ、なんかなぜこれを選んだんでしょうかっていうのは一つ思ったんですよね、うん、なんかあの母の小説もちょっとまあ恥ずかしくて全部正直読めてなくて、はい、なんか一回、まあ、この間ちょっとお話ししたかもしれないんですけど、はい、あのすごい私の彼氏について聞かれたことがあって、はいはい、で それはパンフにちょっとあの書かない方がいいかなと思って書かなかったんですよ。けどここで語るって、はい、言ってしまうみたいな、はい、それですごいベラベラ喋って、なんか毎日聞いてくるなと思ったら、はい、まんま小説に書かれていて、そのトラウマ、それで一回怒ったんですよね、はい、私の話じゃないかみたいな、はい、でしかもその彼氏の名前まで一緒だったから、それはダメだって、まあいいかと思って、今では全然笑い話ですけど、はい、その時はもうなんかもう無理無理みたいな、うんうん、ちょっと怒って、そこから反抗的にまたなってしまって、読まないっていう反抗に行ってしまって、うんうんうん、避けてたんですけど、はい、まあ、その中でも、まあ、鳥津島はなんかすごくこう言葉に惹かれたというか、鳥津島って何みたいなことから惹かれて、それでまあ読んでたんですよね、うんうん、でまあその他にもあの読んでた本はあって、一番ファンタジーといえばファンタジーなんですけど、逆に私にはすごい一番親近感を覚えたというか、リアルなありそうなことだっていうふうに思って共感したんですよね。だからやっぱりこれが一番私にあのすごい腑に落ちる映画が撮れるかもしれないっていうふうに思ったのも一つの理由でありますね。あとは、まあ、その、短編が
あるので、はいはい、まあ、いろんな人の日常を描けるなっていうのも今回あのワークショップっていうもあのワークショップで映画を撮るっていう企画にも合ってるかなっていうのがありました、はいはい、確かに一本の長編でバーンっていう感じだと、うんうん、そこにこうどうにかだけど、うんうん、いくつかそのなんていうのかな、ま、一本の映画にまとまってるので、はい、すごくこう鳴らして4本の短編を長編にしてるわけですけど、うんうん、それぞれちょっとずつやっぱりテイストというか出てくるキャラクターとかも違うので、うんうんうん、その分役者さんとかもハマりやすいってところでもあるっていう感じですかね。あ、そうですね。ワークショップしながらなんかこの方はこういうのが得意だみたいなことを、まあ、結構ダンスが得意な方にはダンスを踊ってもらったりとか、はい、そういうものを入れてたので全然どこに何を入れようか決めないままその方に当て書きしてみたりとかしてそれを最後に脚本にした時に入れてみたりとかっていう作り方をしました。なるほどなるほど。いやでもそのこの原作に僕が個人的にこう感じたなんか印象だったりとかはその映画を見る前になんか、うん、東さんはとこうあのなんていうのかな撮れるというか、あのなんか普通にイメージができたっていうのは一つありましたね、うん、もちろんこのやっぱり物のし、物人のが亡くなってその魂が物に取り付く、うんうんうん、その視点の話だったりするから、うんうん、それをどうするのかっていうのはそこまでは頭回らなかったですけど、何かこの作品を東さんが、うん、その長編映画にするっていうのはすごくこうシンプルにあのイメージできたっていうのはありましたね。だからなんかその肉親ならではの原作との距離感っていうのがやっぱりあったんでしょうし、それこそその身近な人々がモデルになっていたりとか、それこそ実体験とか見た原風景みたいなものが多分収められたりとかすると思うんですけど、それとは別にそのお母様のこのものの考え方だったり見方だったりに対して分かるっていう感覚が多分僕らよりも圧倒的に多分あると思う、うんうんうん、でその読者それぞれにいっぱいそういう分かるっていうポイントってあると思うんですけど、説明がなかなか難しいような分かるっていうのが、うんうん、なんかその感覚的なものってやっぱり一番誰よりも持ってるんだろうなっていうのはやっぱりあるじゃないですか、うんうんうん、そうですね、 ありますね、やっぱり、うん、まあ私もよくその道のものとか、はい、なんかこう看板とかすっごい気になっちゃって、はい、うん、我慢できないんですよ遅刻しそうなのになんかちょっとなんかこう探しちゃったり見て、はいはいはい、覗いたりとかしちゃうんですけど、はいはいはい、母も全く一緒で、うん、遅刻するよって言ってるのになんか気になるって言ってこう言っちゃったりとか、あ、はいはい、なんか2人でこうなんかあそこなんだろうみたいな感じで歩いて、なんかたわなんでもない風景がすごく惹かれるものがあって、うんうんうん、それがすごく共通してて、うん、なんでこう小説とかもあなんかここがすごいいいと思ったからなんかこういう書き方にしたんだみたいなものがなんかちょっと独特な言い回しだったとしても、うんうんうん、私にはすごくあ確かに母はこういうものをこういう目線で見るよなっていうのがなんとなくわかるので、うんうんうん、だからこういうなんか書き方をしているんだなっていうのがなんか見てて心地がいいっていうのは読んでて心地がいいなっていうのはあります。なるほどなるほど、そっかそっかそっか、物、うん、の見方、うん、そうですね、うんうん、なんか短歌をやってるので母は、はいはい、あの短歌は私本当にできなくて、うん、あの挑戦はされたこと、そうです挑戦したんですけど、まあすね、なんか全然できなくて難しすぎて挫折したんですけど、やっぱりその何か風景を見た時にそれに対して短歌を作るっていう能力が母は本当にすごいなって尊敬するんですけど、なんか一つのなんか何でもないことをすごく長く広げることができるっていうのはなんかもしかしたら母も映画撮れるんじゃないかなってすごい思います。そしてやりたいと言ってました。あ、そうなんですか、やりたくなってきたらしいです。あなるほどなるほど、そうですよね、ご自身の書いた小説がこうやって映画として立ち上がってきたら、うんうんうん、 そうですね、あそれはあるのかなっていうのはあるかもしれないですね、うんうんうん、ちなみになんですけど、はい、そのお母様見て、うんうん、なんていうのかなイメージとどれぐらいこう距離があったのかなって作品、はい、ご自身の書かれたものと作品と、そうですね、まあ、映画は映画だっていうのはある前提として、でも結構その脚本も割とすぐ見せたりとかしてたし、ロケハン行ったら写真見せたりとか、はいはい、
してたので、多分イメージが都度湧いてたと思うので、完成してこうギャップがあるとかそういうのはあんまりなかったかもしれないですね。素直にいい映画だったっていうふうには言ってくれたので、なんか客観的に見れてくれたのかなっていうふうには思いましたね。そうそう、それこそだから、いや本当に母子でのコラボレーションってすごいなと、素晴らしいなとも思いますし、ね、かなりあのレスが早いくやり取りできる状態で脚本かけたっていうのはなんかすごいいいなって思いますよね。だからあれなんですよね、結構そのお母様としては譲れないポイントだったりとかがちょいこちょこありつつも、でも結構自由度高く、そうですね、あのそこはそうですね、割とこう譲れないポイントはお互いあったので、それは言い合ってまあ解決してご飯を食べるみたいなご飯食べる時間で全て解決みたいな、なんかその含めてやっぱ食なんですね。食でそっかそっかそっか、うんうん、でも今回はその一人で脚本、まあそのお母様とのやり取りありつつ、脚本を立ち上げながらワークショップオーディションも実施っていう、はい、ところですよね。で今回は399名がエントリー、でこれは、道本さんの作品と合わせて399名なんですかね、それとも鳥つく島だけでなのかな、多分ここじゃなかったかなと思いますね。この人数を相手にするのってめちゃくちゃ大変です、そうですね、まあ書類で本当にこう見てって、あ、そっかそっか、エントリーがそれだけで、そっかそっか、そうです、その中で書類があって、その中から選んでもらって、やっぱりその取り付く島やるって決まってたので、あの年齢とかはあのおのずと、まあはいはいはい、あのその物語、やりたい物語の年齢層で振り分けたので、まずそこでちょっとすいませんっていう方もいたんですけど、その中で、あ、なんかこう、あ、この方もしかしたらこの役どうかなみたいな方をあの厳選して選ばせていただいたりとか、そうですね、あとは気になってた役者さんの方とかいらっしゃったので、はいはいはい、そのなんだろう、書類はじゃあ東さんご自身も全部目を通して、はい、そうですね、はい、そっか、なんかその作品に合うかも、私の作品に合うかもとは別に、なんか注目した着目したポイントってあったりするんですか。やっぱりなんかあの特技とか、あなるほどなるほど、なんか自分と似てる部分ありそうみたいな、すごいあの一言でもあれば、食べることが好きとか、例えばそれだけでも何が好きなんだろうみたいな、好きな食べ物聞くの大好きで聞いてみたいとかっていう好奇心でもあったりとかしますね。そうですね、そういうのもあります。じゃあこの人と出会いたいっていうところが結構まずは軸にあった、はい、言いました。やっぱ書類で志望動機とかで尖ってる人とかもいるんですか。ちなみにですけど、そんなに、あ、いや、そこまでこう尖ってるような人はそ、まあ、こんな作品としてもあれですよ ね、 もしかしたらおばあちゃん家に来る感じでお願いしますみたいな、あ、そうです、そうです、言ってるところにそんな尖っ、あ、いなかったかもしれないです。優しい方が、まあ、ただ写真だけ来た人もいましたね、プロフィールゼロで写真のみみたいな、あ、斬新スタイル、どういう意図があったのか気になりますね。何かが気になりました。なるほどなるほど。で実際、まあ、そのそこから、選ばれた方々とワークショップ、オーディションっていう形で、ワークショップだから、つまりお互いに何かいろいろなこう学びというか、考え方とか、物の見方とかを共有しつつ、作品のためのキャスティングも行っていかないといけないっていうところですけど、そこではどんなことをされたんですか。そうですね、なんか割とあのその人のことを知りたいっていうのは、せっかくワークショップで時間もあるので、そのまああまり言える範囲でプライベートのことも気になるし、はい、どういう人生を送ってきたんだろうとか、まあ、それこそ好きな食べ物もそうなんですけど、なんかその人のなんか癖とか、そういう好きなものとか、まあ、人生の何かしらなんかこう特徴のあるものみたいなものが知りたかったので、割とこうあの質問の時間を設けさせてもらって、その人に対してどんな何が好きですかとか、なんかその方の癖がこう気になったら、それもしかしてなんか昔からやってしまうあれですかとか、なんかどうやったら居心地がいいですかみたいな、どの体勢が居心地いいですかとか、なんかすごいあのあと生活の癖
を聞いたりとかしてました。なんか卵かけご飯に食べるときにこう白米に穴を開けて、あ、はいはいはい、なんか卵を落とすとか、なんかそういうちょっとしたことが気になるんでしょ、その人は。なんか萩のなんか帰り道は行きと違う方向で絶対帰りますとか、あ、結構聞いてみると、あとなんか階段降りた時に右足で終わらないとスッキリしないから絶対右足で終わるように降りるとか、最後こうなる人もいるそうですよ、そうそうちょっと変になっちゃうって言ってて、それを一人の方が言ってたら、一人の女性が私もですって言ってて、なるほど、なんかすごい運命ですねみたいな話になって、そこからちょっとそのミニ脚本を作ってやってみ、演じてもらったりとか、うん、っていうことをしてました、うん、ちなみにそれって一人一人にこうヒアリングみたいなことをお話ししていく間、はいはい、他の皆さんは何をされてるんですか。もうまあ一緒に聞いてたりとか、みんなの前で、あ、そうです、みんなの前で自己紹介とアクセントみたいな感じで聞いてましたね、はい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 、なるほどなるほど。その1日目、まあ、2日間あったんで1日目はそうやってインタビューっていう、まあ、私がすごい聞きまくる時間とかも結構設けさせてもらって、まあ、短いもともとある脚本を用意して、で2日目はそのそれまでそれが終わったあとワークショップが1日目終わった後に当て書きしようと思って、そのインタビューとかさっきの会談の話とか、はいはい、全部拾って。なんか何個かな、5個ぐらいかな、短い脚本用意して急いで、で次の日その場で渡して演じてもらうみたいなこともやってました。相当でも大変じゃないですか。そうですね、やって結構まあその人前で東さん自身もこう自分を結構開いていかないといけないじゃないですか。それの疲れも多分あるでしょうし、やっぱり緊張とかもあるのかなと思いながら、それを経てで夜の間に脚本を書いて次の日持ってって。なんか大変じゃないですか。なんかすごいアドレナリンが出て楽しいですよね。それがやりたくてやっているんですけど、そうなんです、楽しんでもらいたいし、まあ学びにも なんかその自分とこうギャップがある方って結構いるなって思って、なんか自分が相手にどう見えてるかが私自身もあんまり分かってないんですけど、なんかお芝居していく上で自分がこう見えてるからこうするみたいな感じのお芝居、はいはいはい、まあそういう風になる方いるかもしれないなと思って、自分なりのカメラというか、そうそうそうなんですよ、はいはい、でも意外とそうじゃない、いつも通りの自分が一番なんかこう見てる人も心地いいよねっていうのを、なんか自分のこうギャップ、自分なんか自分のギャップに気づいてほしいというかのがあったので、日常っぽいものをやってもらおうってしてました。そしてその姿を劇中に、そうですね、入れたいなっていうふうに思って、そうですね、だからあのトリケラトプスの渡る君や串島さんもなんかのは特にいっぱい癖を実際にこう頭かいたりとかするのが本当に緊張するとやってるんですよね、緊張して焦ったりすると、はいはい、焦っちゃったみたいな時、はいはい、それがすごく私は魅力に感じたので、それを入れてもらったりとか、あのだから表情みたいな感じは普段の感じ、かなり普段の、まだあれなんですよね、そんなに役者さんとしてたくさん出た経験、まだ出てない方なんですよね、長編も初めてぐらいな、ね、長編どうなんだろう、あ、メインではないかもしれないです、出たことはあると思うんですけどね、いやちょっと不勉強で知らなかったんですけど、今回初めて知ってすごいいいなと、そうですね、独特の、はいはい、友達はねシュッとしてるのにすごくね抜けてるところがあって、それが面白いなっていうか、まあ魅力だなって彼のと思って、あの役どころともハマってますよね。そうなんですよね。そっかそっか。そして、原作ではこれって何編入って11かのお話のエピソードの中から4編、はい、トリケラトプスと青いのとレンズと老人の4編を選ばれてるわけですけど、はいはい、まあ、この理由みたいなところがお聞きしたくて、まあ、その映画の構成を最優先させなければならないっていうのはあると思うんですよ、その、東さんご自身のイメージの中で作り上げるためにはこの作品とこの作品、老人でこういう風な終わり方、なんかこういうラストの使い方をするとか、いろんなこう角度があると思うんですけど、でもその一方であの俳優さんありきなところもあるわけじゃないですか、ワークショップオーディションなので、だから難しかったんじゃないのかなとか思ったりしつつ、
そうですね、ただ、うん、まあそうなんですよね、そのものに取り付く設定でやっぱり小説読んだ人、うん、小説だけ読んだ人には、はい、ただどうやって撮るのみたいなことばっかり結構言われて、まあ確かにそうだなと思って、はい、でもなんか結構こう読んでいくうちに意外とシンプルなことなんじゃないかなって思って、その分からせるっていうのが、それでまあ一番そのものに取り付くっていうので分かりやすいマグカップのトリケラトプスは絶対撮りたいなって思って、うんうんうん、でさらにまあ一番最初がいいなってそれは最初から思ってて、うんうん、なんでトリケラトプスを選んで、でまあ小説の中ですごい心に残ってた青いのがあって、はい、うん、でなんかあのそうこの間のインタビューでもお話ししたんですけど、あのやっぱり男の子一人がずっと残るっていうよりちょっとホラー感もありつつ寂しさもある、うん、すごく好きなんですけど、はい、ただなんか映画の中でこう生々しくそれが出るとよりこうただ悲しいなって思っちゃうかなって思ったので、あの仲間を増やしたいなって思って、ちょっと今回何人か小説に出てこない人たちを入れさせてもらったっていう感じなんですけど、それはやりたかったことで、うんうん、で、レンズは結構最後まで悩んでて、はい、日記っていう短編もあって、はいはいはい、日記と白檀はやりたいって思ってたんですけど、まあ、白檀はすごくやりたかったんですけど、うん、あの夏設定なのでやっぱりちょっと難しいかな、冬に何とかしても結構難しいなと思って、家の中だとしても、うん、はいはい、夏の光はちょっと難しいかなっていうのもあって、ちょっと違う機会に絶対撮りたいって思ってはいるんですけど、やめて、はい、で日記はその、まあ、老人も途中でも絶対にやりたいと思い始めたので、うんうんうん、そうすると尺的に日記は長いお話なので、うん、長くなるので諦めたという感じで、レンズだったらこう息抜きでなんかさらにこうお年寄りの方も出せるし、うん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 、何かこうあのちょうどいいバランスにしてくれるんじゃないかなっていうふうに思って、その4編にしました。ロジは小説だと一番最初に始まるんですけど、やっぱり空中に舞って消えていくので、そのやっぱ最後にあの持っていった方が、うんうんうん、見てる人もこう日常にこの見た後の帰り道につながりやすいかなっていうふうに思って、空気に舞ってるのでっていうので、はい、老人も選びました。いやこの並びもやっぱ本当におっしゃってるように秀逸っていうか、うんうん、トリケラトプスを持ってくることで、うんうん、やっぱりこのものに取り付いてるで、うんうん、もう一発でそれで視点を観客も肌感として理解できるから、うんうん、そうなんですね。だからすんなりその後の話も入ってくるというか、うんうんうん、ね、老人のやっぱりあの開けていく感じ、あ、そうですね、うん、まあ、そのまあカメラマンさんともどうやって撮るっていうその目線を、うんうん、まあ魚眼を丸くして覗くっていうのが一番やっぱり分かるし、うん、いいかもしれない。ただこれがずっと続くと多分酔ってしまうし、うん、なくても分かるってことで、基本的にはもう後半に連れてだんだんなくしていったりとか、そうですよね、にしましたね。結構減ってますか、後半になるにつれて。そうですね、割と減ってます。青いのとかはあんまりあの そうですね、そういうものの目線は入れてなくて、まあレンズは比較的あるんですけど、とはいえその数カットとかなので、うん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 、そんなには入れてないかなという感じです。あ、だからそのバランスもそうですね、レンズってなると、うんうん、もう必然的にレンズ視点になるから、そうなんですよね、なんかすごく分かりやすいっていうか、うん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 、だから老人とかになるとかなり抽象度が上がるんですけど、うんうん、なんかそこもすんなり受け入れられるっていう、ね、なるほどな、うん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 、キャスティングはでもそんなに苦労はしなかったですか。そうですね、うん、でもやっぱり取り付く島係っていうのが、はいはいはい、小説だとその抽象的な穴があってみたいな感じだったので、まあ、それはできないしやりたくないし絶対に人物がいいっていうふうに考えていて、うんうんうん、そう、それであの、まあ、最終的には小泉今日子さんにお願いすることができたんですけど、はい、まあ、それに行くまではやっぱりどうしようっていう、やっぱりまあ、どんな方でも女性がいいなっていうのはあったんですけど、うん、ただ本当にこのワークショップの中っていうよりはなんか自分の聞きもなじみがあるというか、うんうんうん、落ち着く声がいいっていう風に考えたりしていて、それで結局母ともう小泉さんだっていうなんか話になって、でも無理なんじゃないかっていうので、うんうん、こう小さな葛藤がありでも本当実際受けていただけてすごく嬉しかった。
そっか、最初は鳥つくじま係もオーディションの中で。あ、そうですそうです、ちょっと一瞬考えたんですけど、でもなんか今まで聞いたことある声がなんかいいかなって少し思ったりして、なんかそっか、それすごい納得感ありますね、だからなんかこの役どころって、まあ登場人物たちというか、ひいては僕らの魂をこう導いてくれるような存在じゃないですか、あちらの、はい、この現世を離れたところで、ってなった時に、なんかうまい人とか、味がある人、そのある種癖のある人とか、でも成立はすると思うんですけど、なんていうのかな、その次元をちょっと抜けないと務まらない気がするんですよ、っていう意味で、おそらく映画を見る方はほぼほぼ 99% ぐらいの人は見たこともあるし、聞いたことのある人がやってるっていうのはすごい重要な、特に声っていうのはめちゃくちゃそうなんだろうなっていうのは、なんか安心感が包んでくれる安心感のある声だなっていうふうに なんかずっと思っていて、なのでなんかあの本読みの時からすごいなんか落ち着く声っていうか、もちろんめちゃくちゃ緊張はしてたんですけど、ただなんか声を聞くとすごい安心できる方だなっていうふうに思ったり、居心地よく、居心地のいい声みたいな感じがしましたね。結構いろいろお話しされたんですか？そうですね、まあただまあもちろんそこまで時間はお忙しい時間なんですけど、ただ一番最初にお打ち合わせさせてもらった時とか、あとはまあ医者合わせとか、なんかそういうタイミング節々でお話をしたりして、すごくフランクに話してくださる方で、なんかもう なんかこんな感じでいらしてくれるのねみたいな、もうなんか、そうですね、メイクさんとかもみんな大好きになってましたね。だって僕らはまああの世代ではないじゃないですか、あのリアタイというかではない、上の世代の方じゃないですか、の圧倒的なスーパースター。そうですね、だからなんかイメージが湧かない感じはあるじゃないですか。実際は結構その後進の育成というか、次の世代の、カルチャー人とか、エンタメ人たちに何かこうお手伝い、引っ張り上げたりとか、いろんなサポートとかされてる、いろんな活動されてる方だっていうのは知ってはいるんですけど、とはいえみたいな感じがあって、なんかあの撮影現場にこう、まあ、すごい嫌だったんですけど、うちの父と母が来て、まあ、母が来るのは分かるけど、はい、父も上がってきていたんですよね、その現場に、やめていただきたいと思ったんですけど、あの普通にこう廊下で、学校で撮ってたんですけど、廊下で小泉さんがいて父がいて普通におしゃべりしててなんかあれみたいな、なんかなんか嫌がられちゃったんですよみたいな、娘になんか帰れって言われちゃってみたいなこと、普通に世間話で喋ってて、父強しと思ってなんか普通にフランクに喋ってると思って、なんかそお恥ずかしい、でもすごいなんか、あの優しい方で、あの普通にお話してくださって言って、すごい不思議な光景でした。なんかインタビューの時におっしゃってたのが、あの小泉さんの言葉選びとかにも結構惹かれるみたいな言ってましたよね。そうですね、文章とかやっぱりすごく素敵なんですよね、お人柄もそうだし、あとはあのトークに一回あの来ていただいて、あの上映後のトーク、イベント上映の時なんですけど、母と小泉さんと私であの話した時のあの間の取り方というか、なんか質問してくれるんですけど、その質問がすごくなんか聞いて欲しかったことだったりとか、あ、そういうふうにあの感じてくださるのねみたいなことをすごくあの言ってくださってて、なんか、ね、なんか独特の言葉回しなんですよね、ちょっと表現はできないんですけど、すごくそれが素敵だなと思ってます。でしかもあれなんですよね、その小泉さんがこのキャラクターを演じることによって、この、まあ、空間というかも具体的に湧いてきたんですよね、美術にも影響を与えているというか、そうですね、なんかこの場所自体が、まあ、最初こう真っ白、多分小説が真っ白い世界というか、ちょっと抽象世界だったんで、普通に死後とかやるときは真っ白が多いかなってなんとなく思うんですけど、でも絶対そうはちょっとこの例に関してはしたくないなっていうふうに思っていて、でなんか場所をすごくこう探してたんですけど、なかなか腑に落ちる場所っていうものがなかったんですけど、
制作の方が学校とかどうっていうふうに言ってくれて、そこからの発案、ね、そうなんですよね、うん、で、ロケハンとか行った時にあっと思って、音楽室が一番いいですっていうふうに言って、そうですね、それはもうやっぱり小泉さんっていうこともあるし、裏設定としてその取り付く島係はこの音楽室に取り付いているっていうことにしたいなっていうふうに思ったので、なので何かこう音の関係を昔やってたのかなっていう、そういう裏のイメージを持たせたかったので音楽室にしました。いや、なんかすごいぬくもりのある空間ですよね、なんか木のものが多かったりとか、なんか絶対に、学校行って学校の記憶って結構鮮明に覚えてたりするじゃないですか、はいはいはい、子供の頃から木琴が置いてあったりとか、特に音楽室ってちょっと特別だったんで、ちょっと怖かったりもします、ベートーベンとかなんかこう家のように飾られてたりするじゃないですか、あの感じもすごくいいなと思ってて、この映画にはその出してないですけど、なんかそういうところもこう死後な感じがして私はいいなっていうふうに思ったんですよね。なるほどなるほど。いや、そしてあれなんですよね、小泉さんは、劇中で展開する4つのエピソードの中で、声だけでこう、あ、そうなんですよ、ね、これはネタバレありなんで、あ、そうか、はい、明かしちゃってもいいのか、どうします、あれに撮っときますか、アフタートーク。でもアフタートーク聞けない回の人もいるかもしれないですね。あ、そうですね、うん、言ってもいい、そしたら、トリケラトプスの時は、はい、お風呂が沸きました、ね、あ、そうです、お風呂が沸きました、で声をやられていて、はい、そのこうやってもらって、青いのは、青いのが5時のチャイムですね、5時のチャイム、はい、でレンズがバスで移動するシーンがあるんですけど、はい、そこ のバスの声、アナウンス、アナウンスですね、はい、うん、おせんべいとか、なんか次はなんとかどうですみたいなことを言ってるのが小泉さんの声、はいはいはい、取り付く島係の声で、はい、それ多分老人が絶対にわからないですよね、これは絶対わかんないと思うんですけど、声援の中に紛れてますこれはわかんないですよね絶対にわからないと思います、聞いてもわかんないかもしれないんですけど、入ってますアフタートークでクイズやってもいいかもしれないですね。あ、そうですね、そう、なんか圭一さん、鈴木圭一さんにも今回声をお願いしてるんですけど、はい、もうこれもまた全然気づかれないところにあるんですけど、いや、ね、エンドロールでえみたいなっていう、そうなんです、一番最初なんですけど、なるほどなるほど、ありがとうございます。そしてさっきお話にも出ましたけど、青いのが一番やっぱりこう、はい、うんうん、脚色というか膨らませてるじゃないですか、はい、青いのの中にいろんなこう、ね、取り付く島の他の人々のエピソードみたいなのがこう細かく入っているっていう感じですけど、この膨らませ方もまた本当にいいなと思ったんですけど、どういうところにこうポイントを置きながらやったんでしょうかっていう、なのでこの公園のパートじゃないですか、青いのの、青いジャングルジムの周りにいる、3組ですよね、だから全て合わせて、そうですね、リーあ違う4組だ、そうだ、うん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 、そうですね、うんうんうん、そうですね、まずは本庄にあるジャングルジムがあって、でそのリップに取り付いて設定の子が滑り台のところにいるんですけど、あれは実はそうだ、唇っていう、ね、そうですよね、短編があって、それをちょっとこう意識して入れようっていうのをちょっと途中で考えて、なんで何気にそうですね、もう一個だけ小説の一部を使ってたりはするんですけど、なんでそれは入れようっていうのがあって、であとはやっぱり私は公演ので練習してる芸人さんをすごく見かけたことがあって、その光景がすごく好きなんですよね。でもあったし、やっぱり女性2人がいいなっていう、なんかうっすら思っていて、その芸人だとしても、でそこでやっぱりこれは宇野さんにもお願いしたいなと宇野さんはワークショップではなくてちょっとキャスティングさせてもらったんですけど、もう一人の佐藤さん、はい、坂田の役なんですけど、はいはい、佐藤さんはもう私がワークショップでちょっともう、以前からお芝居見たことあるんですけど、すごく
大好きで、はいはい、なんか独特ないい役者さんですよね。そうなんですよね、面白いというか、なんか普段話せてもいいんですよね、彼女は。人と違う良さがあって、うんうん、なんかそれに惚れ込んでしまい、なんでその大好きな2人をちょっと芸人役で出したいなと思って、うん、はい、オファーしました。なんでそこの2人も決まって、それで全員だっけ、ね、あと、ベンチの2人はあのそれはワークショップの一部を入れ込んだ感じですね。ダンスを踊る鈴木さん、おじい様がいるんですけど、うん、その方がこう普段からダンスされるみたいで、ワークショップの時にこう、うんうん、見せてもらったんですよ。それがすごい良くて、うんうんうん、なんでちょっとあの鈴木さんっていうんですけど、鈴木さんにはちょっと踊ってるシーンを出てほしいんですっていうのをちょっとお願いしたりとかしてて、うんうんうん、やっぱり青いのだなっていう風に感じて、そうです、それでベンチにっていう、あ、ベンチに座ってる方、うんうんうん、でもあれは、まあ、ベンチに取り付いてるって思う方もいたりするんですけど、本当は本です本に取り付いてるっていう設定です、うんうんうん、それも本に取り付いてるっていう設定はワークショップの中で、うんうん、確か串島さん、その渡る役の串島さんが、うん、あの喫茶店であのおじいちゃんが本読み終わった時に後にあの小説を閉じて手を合わせて拝んでたんですみたいなことを言ってて、なんかそれがすごい良かったっていう話を聞いて、はい、あ、なんかその人も何かこのその本に思い入れというか、うん、魂的な何かがあるのかなっていうふうになんとなく思って、うん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 、そこから入れました。割とワークショップを入れてるっていう部分は青いのが大きいかもしれないですね。あの空間だけでもこう一本の映画にというか、まあ、それぐらいの密度ですよね。で、最終的にはあれですもんね、あの作品、青いのに関しては、男の子が、はい、青いのに取り付いてジャングルジムに取り付いている男の子が、うん、幼稚園を、まあ、卒園というか、はい、そのタイミングで、うんうん、みんなのそれぞれの魂も一緒にこう旅立っていくというか、うんうんうん、離れていく、浄化され、浄化っていう言い方があるかもしれないですけど、っていうその描き方もすごく良かったんですよね。私はあの思い出のアルバムっていう曲が大好きで、うんうんうん、あんなにいい曲、なんかすごくいい歌詞じゃないですか。歌詞もそうです。思い出のアルバムっていう曲、あ、名前なんですよ。なんか誰もが知ってる曲であるけどタイトル知らない。そうでしたなんか確かにタイトルは、歌は知ってても、はいはいはい、知らない人結構いるかもしれないんですけど、なんか昔からすごい好きなんですよね。 うんうんうん、いい曲だなって単純に思ってて、うん、で大人になってか、まあ、この本書いてる時にも聞き返して、うん、なんていい歌なんだと思って、こう季節を言ってるだけなんですけど、うんうん、はいはい、すごくあの、まあ、幼稚園の時とかに多分歌ってたからかもしれないんですけど、うん、子どもの頃のこう見てたあの景色とかが浮かんできたりするような曲で、うん、の曲は絶対に入れたいっていう風に思ってましたね。ある種だからあれですよね、こう幼少期のこともこう本当に振り返れるというか、うんうんうん、見てる人々も、あ、そうですね、うん、そう、親御さんも多分ね、子供と一緒にまた、ね、子供ができたらまたこの曲を聴くと思うので、うんうん、そういった意味でもなんか、そうですね、まあまあ、我々も成長、そうですね、大人になってっていう、自分が親になってってなるとより染みるのかなっていう風に思って、うんうん、入れました。いや、あのシーンは涙なくしてちょっと見れなかったですね。やっぱ現場でなんか彼も、うん、その樹くん役の子も、うんうんうん、まああのリハーサルの時、まあ、小泉さん目の前にしてもすごいなんかあのやっぱ疲れちゃ、待たせる時間が長いとやっぱちょっと疲れてきちゃうじゃないですか、はい、小さいので。うんうんうん、なんかその時はもうやだ歌いたくないみたいになっちゃったんですよ。あ、そうなんですね。あ、じゃあ無理かなってこの1曲歌わせるのが彼にとってはすごく難しいのかなって、うん、まあ、大人もたくさんいて見られてるから多分嫌だと、初めての確かお芝居なんですよね、はいはい、だから、あ、そうか難しいかな、でも本番やってみようみたいな感じで行ったら本番もう一発でああやって歌ってくれたから、なんかみんなすごい高級。まあ、そうでしょうね。スクリーンデビューか、そうですね、これが。なんかすごい、なんか表情も含め、あ、ちゃんと樹くんだっていう風になって、なんかジャングルジムもあんまり最近ないみたいで、ああいうなんかね、言ってましたね。いわゆる、そう、なんであんまりこう
近所にいわゆる青い一色のジャングルジムっていうのがないから、うんうん、なんかママがちょっと探して遊ばせに行きますって言ってくれて、うん、ちょっとあのいつきくんのことゆうとくんって言うんですけど一緒にあのいっぱい公園で遊ばせてたらなんかすごくハマったみたいで、でもやっぱり一色のジャングルジムはないみたいで、うんうんうん、青だけの、それがなんかすごい憧れたみたいで、現場であの青いジャングルジムを見つけて走って撮影中じゃないのに走って一番上に登り始めて興奮していて、体にも馴染んでる、馴染んでる、へー、あれが青いジャングルジムかみたいな感じで、なんか仮面ライダーを見るみたいなノリの興奮の仕方で、あ、そんなに、そう、なんか憧れなんですみたいな、そっかそっか、そっちになったんだと思って取り付いたようにずっと登ってて撮影終わった後もずっと遊んでましたね。そう、それがなんかね、あの、よかったですね、そこまでやってもらえ、多分怖いと思うので初めてだと、うん、そうですよね。いやでもそれこそそのジャングルジムって今なかなかなくてって話を聞いて、うんうん、ああそういえば確かにって、だから公園とか行ったりするじゃないですか、うんうんうん、まあ散歩してて通ったりとか、はいはいはい、公園でお酒飲んだりとかするんですけど確かにでもジャングルジムって見かけないな、うん、でしかもそのジャングルジムっていうものがかつては当たり前にあったのに、うんうんうん、それが今なくなってしまっているっていうことに気づけていないことのちょっと、うん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 、悲しさというか、確かに、うん、気づかないんですよね、うん、あるもんだと思ってましたけど、はいはい、あ、ないんだっていう、結構低かったりとか丸くなってたりとか、うん、危なくないように代替する何かがあるっていう感じなんですかね。あ、そうですそうです、感じが多くて、うん、そうなんですよね。そっかそっか、うんうん、なるほどな、ね、いつからかシーソーが減ったりとか、うんうんうん、あとこうゴンドラみたいな、はい、イルカゴみたいな、はいはいはい、あれが結構危険でとかありましたけど、うんうんうん、ジャングルジムもそっか、なんかあのグローブジャングルとかは、うんうん、あの回るやつ、あ、はいはい、あれは結構危険で取られていくって、それを扱った演劇とかがあるんですよ、グローブジャングルって、はい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 、鴻上尚史さんが書いた作品で、うんうんうん、あの結構面白い作品なんですけど、それを使ってグローブジャングルがどん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 こう世の中から消えていってしまっているっていう、うんうんうん、なるほど、面白いですね、うん、あ、着眼点が結構面白い話で、うん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 、危ないとされてなくなるものが多すぎますね。そう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 なんですよ、うん、なんか全部守りに入るところはちょっと悲しいところもありますよね、うんうんうん、だから今回もこれ見つけたのって相当大変だったんですよね。そうですね、塗っちゃえというわけにもいかないし、そうなんですよ、もう絶対青いのって言ってるからには多くなくてはって、まあでもこの青いジャングルジム小説の中のは私の地元にあるよく遊んでた公園のジャングルジムがモデルになってるので、うんうん、そこは使えたんですけど、ただラストにやっぱりこう交差させたかったので、はいはいはい、あの渡るさん同じ世界に住んでるよっていうのをやりたかったので、うん、渡るさんがお引越しするときに通る道をどうしても使いたかったので、そこはいろいろ調べて制作の方に、制作部さんに頑張ってもらいました埼玉の埼玉です ね、 そうですね、川が近くに、そうなんです、いやだから、うん、これは見つけたのやっぱすごいなって思いましたね、うんうんうん、本当にバチッとハマっていて、ね、あのだって公演の中で実際に芸人さんだったりとか、うん、若い男女だったりとか、うん、はいはい、年配の男女のやり取りもあの空間内で行われてるわけですよね、うんうん、でそれの最後の最後に渡るくんが引っ越して通っていくっていう、はい、すごいなと思いましたね、確かに大変だ、うん、いろんな符号というか、うん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 、かっちりハマって作れたものっていう、うんうんうん、だからその、ね、脚本だったりとか原作だったりとか、あるいは演出術とか役者さんだけじゃなくて、うんうん、やっぱ本当にその制作部の方が何をこう探してきてくれるかとか、うんうん、でその立地がどういう風になってるのか、はい、カメラマンがどういう風に撮ってくれるのかとかでようやく成立するんだなっていうことに気づけるワンシーン、ね、だから映画の凄さが詰まってるワンシーンになってるなっていうのは、うん、思いましたね。なんかあの現場に、うん、まあ、物が主役ってなると物を撮ってるんですけど、本人もいてもらったりしていて、はい、あのマグカップ撮ってる時はマグカップやってる本人、うんうん、まあナレーションなんで後からは入れるんですけど、まあ、常にその物としていてくださいっていう感じしてたので、はいはい、なんかその本人がいることによって、そのなんか いないんだけどいるみたいな空間にできたので、それがすごく
良かったなと思って、あのトリケラトプスの小春ちゃん役のつむぎちゃんもずっとこう部屋で狭いけどずっとこう見てたりとかしてたし、あの公園のところにもあの来てくれたりとかしてたので、なんか渡るくんが一人で引っ越ししてるけどなんかちょっと見てくれてるみたいな目線があったので、それをちゃんと実感として役者さんに持ってもらえるようにって、うん、それはすごく良かったなって。老人もあのお母さん休みさんも、はいはいはい、あの試合中は常にいてもらって、もうカメラの横でな頑張れって本当に言っていて、なんかすごくすごいその場でもちょっとグッと来てしまいましたね。そう、良かった。ある種でもなんか異質な感じですね、その空間っていうのは。まあ物を前に演技をするっていうのもそれはそれで異質だと思うんですけど、でも物っていうのは当たり前にあるものだから、やれるのかなとも思うんですけど、ただやっぱりこの後ろに、ここにはいないはずの人がいるっていうことをなんとなく感じながら演じるっていうのは、はい、お互いになんかそのモノサイドの人もそうですし、なんか特別な感情が湧いてくるんだろうなっていうのはなんか思いますね。そうですね。なんかジャングルジムで、まあ、あれは実像で出してるんですけど、あの樹くんがジャングルジムに行ってお母さん、中澤さんが、そうそう、妹さんと、はい、妹と来るみたいなシーンで、まあ、ここに実際に樹くんはいるんだけど、あのミナちゃんって1歳の子が、それを見ないんですよね、絶対。あれもだから本当すごいですよね、それがなんで見なかったりとか反応しないで、しかもこう触ろうとしていたりとかもしてて、はいはいはい、なんか不思議だなと思って。視線とかはね、行ってないのに。そうなんですよ。本当一発だ、一回目なんですよね、あれが撮影して。何回もやれない。やれないんで、でそれで ああいう動きになるんだと思って、青に反応していて、すごくね、なんか自然にいてくれた感じが良かったなというふうに思って。どちらも幼い子、幼い子というか、もう本当赤ちゃんとあの幼稚園のぐらいの子だから。どっちも難しそうですよ ね、 すよね。こっちの意思に反したこととかやっちゃいかねないけど、なんかすごい奇跡的なショットになってますよね、そうですね。瞬間っていうのは、樹くん役のゆうとくんも、うん、なんかあんまりキョロキョロしたりとか、多分設定が難しいと思うんですよ。自分はこれに取り付いてて、お母さんが来てみたいなことを普通のドラマじゃないから、だけど何かこうやっぱり理解はしていて、あんまりこう抜け出したりとか、そのジャングルジムから抜け出すとか、なんかこう嫌がったりしないというか、自然にそのものにちゃんとなろうとしてくれてる感じがあって、すごいなんか突然いい動きをしたりするんですよ、表情と。あ、こんな顔もできるんだみたいな思ったりして、すごいこの樹くん役のゆうとくん今後が楽しみです、でも本当それはあの撮影に向けて日常的にジャングルジムに親しんでくれてたっていうのがすごい生きてるんでしょうね。今回ってでも、そのワークショップオーディションでどれぐらいの方が初めましてだったんですか？あ、でもほとんどの方が初めましてだったかなと思います。逆に知ってる方の、まあ、ちょっと見たことあるぐらいだったりとか。そうですね、知ってる方はもちろんいたんですけど、お会いするのを初めてみたいな方の方が多かったですね。なんかでもまあ初めましてだけど、映画撮影があるよっていうのがまあ目標と してあるわけで、共通の目標としてあるわけですけど、これまでの作品作り、まあ短編とかだともうちょっとこうこじんまりみんなでやったりとか、それこそ仲間を集めて的なところもあったかもしれないですけど、まあ例えばほとぼりとかと比べた時に、あの作り方っていうのは違いましたか？俳優との距離感というか。そうですね、もともと知ってる方をキャスティングではなかったので、知ってくみたいな過程があったので、そこはすごく大きく違った気がしますね。なんかもともと私もものすごく人見知りで生きてきたので、そんな自分がこういう感じで、なんか初めての人ばかりと、その先頭に立って話すっていうのが、もう本当に結構信じられない状況で、たまにふと我に返って なんだここはみたいな感じ、ここはどこ、私は誰みたいな瞬間があって、でもやっぱそういう時に役者さんの力で引き戻してくれるじゃないですけど、なんか本当にお芝居見てると別に緊張とかはしなくて、なんかその役になってくれてる感じがする方がやっぱり
惹かれるので、そういう人を見てる時間が全然私自身も結構楽しくって、なので映画作るっていうこのワークショップの過程もすごい楽しんでやっていた感じがします。だからなかなかそのワークショップオーディションで映画を作るっていうのは普通の映画の、まあ、いろんな映画の作り方が、あの多種多様なありますけど、その中でも特殊というか、ある意味あの本当に前提をみんなで共有した上で進んでいくから、結構だから認識をすり合わせるみたいなことは割とそんなに大変ではなかったっていう感じですか。そうですね、小説もあったので、原作もやりますってやってたので、であとはあの皆さんのこう取り付きたいものっていうのを聞く時間も設けたりとかして、その時にちょっと母もちょこちょこ来てもらったりして、なんで親子でちょっと行って、まあ、皆さんの話聞いて、あの人の取り付きたいもの面白かったねって言って話したりとかして、そういう親子の時間も増えたりして、やっぱその中で母もあの方のあの話が気になるとか、あの方がいいみたいなことを母も言ったりとかしてたので、割と親子でも決めた方も結構います。そうなんだ。原作のイメージと離れすぎるとあれかなっていう。でもあのこの間母ともちょっと話してたんですけど、あのトリケラトプスの小川美優さんは、まあ、原作だともっとこう化粧が派手とか、ちょっとギャルっていうイメージなんですよ。もっとこうドロドロに酔っ払ってみたいな感じなんですけど、私は小川さんにやっぱり会った時にすごい魅力を感じたのが、可愛らしさというか素の部分がすごく良くて、なんか靴下がなんかちょっと子供が好きそうだから、まあ、家すごいおしゃれなんですけど、なんかだって可愛らしい部分というかがあったりとか、靴下のこう履く部分とか、ちょっと布の部分を触っていたりとか、少し大人っぽいんですけど、何かちょっと子供っぽさも見えた感じがして、そういう普段私が小川さんを見たのは結構こうシリアスというか、まあ、ちょっとうそういうイメージが結構強いですけど ね、 ううクールなというか、そうですそうです、ちょっとクールなイメージだったんですけど、私はその可愛らしさというか、素の彼女の方の良さをなんか見たいなって思ってしまって、まあ、今回はちょっとこう特殊というか、まあ、どっちかといったらそんなにこう普段の小川さんではないけれど、ちょっと印象を変えた美優ちゃんを見てみたいなっていうふうに思ったので、ちょっとペヤング食べてみたいとか大胆な部分を見せさせてもらって、母は、美優ちゃん食べないんじゃないって言って、確かに食べないだろうなって思ったけど、ちょっとだから結構爆笑ポイントでしたね。小川さんペヤングくんだみたいな、きっと食べてると思うんですよ、実はね。でもそれがであってほしい、まあそうじゃないとは思うんですけど、そういうところをねやりたかった。東さんは食うんですもんね。私はめっちゃ食べます深夜が一番美味しい。まあ確かに確かに匂いが釣られませんか。いや誰かが食べてると連鎖が起きる感じがいいなって、何なんでしょうね。であの背徳感も相まって、そうなんですよ、うまいですね。絶対に食べちゃいけないのに気づいたら食べてるみたいな。まあ、それこそそういう意味で言うと、これはパンフにはなんか収められない話だったの、はい、というか、まあ、伝わらないかなとも思ったので、そんなに多分書かなかったと思うんですけど、その、日本コネクションで上映した時の反応が、反応をお聞きした時に、あ、面白いなと思ったんですけど、老人っていうものが、野球っていうものはそもそも結構に日本的なものだったりとか、だからヨーロッパ圏ではなかなかこうメジャーではないので伝わりづらいみたいな、うん、深夜ペヤングとかもそうですよね。確かにどうなんですかねって今思いました、でもカップラーメンとかは結構ありますもんね、海外でも。ドイツでもなんかカップ、あ、そうなんですか、なんかイメージがあんまり。スーパーに行ったんですけど、あの焼きそばありましたね。あ、そうですか。だから意外とそれはあれかもしれないんですよ、あの知ってる人もいるかもしれないですけど、逆に野球は本当にあんまり文化的に、ね、ああと思って、あ、そうなんだっていう、その少年野球とか部活として少年たちがやるっていうのが基本ないっていう感じで、あ、そっか、サッカーかな、あ、なるほどっていう、全然気づかない。日本だとやっぱり野球って
メジャーなね、あの習い事でもやるし、少年野球もいっぱいあるし、世界的なものというか、そうなんですよね、思ってたんですけど、野球という概念を知らない人はいないでしょうぐらいの感覚で生きてはいますから、意外とそんな、ね、世界は文化圏が変わると、ね、変わると本当にそう思いましたね。でもなんか日常のこととか、うん、まあ、そのものに取り付くっていうことに関してはすごく理解してくれたりとか、この新しい発想だねみたいな感じで、あのドイツの方にも感想、結構そういう取り付くっていうことにこうなんか自分も入り込めましたっていうのを言ってくださる方もいて、それは伝わったんだなと思って。宗教とか文化的に日本とかだと、うん、そのね、アニミズムとか神道的なものとして、ね、うん、あのみんな割と分かるじゃないですか。自分ちっちゃい時にばあちゃん家から帰る時に、はいはいはい、いろんなこう柱とかにありがとうねとか言って帰ったりとかしてた側なんですよ。分かります。いつからかしなくなってしまいましたけど。そうなんですよ、はい、あでもあ、良かったです。織田さんもそうだったんです。そうでしたね。私もめちゃくちゃ話しかける人だったものに、あの、本当ごめんねとかぶつかった時に言ってみたりとか、本当そう、ありがとう。おばあちゃん家の後は本当にものにやるんですよね。そう、なんかそういうのがあるからよりそのフィクションっぽくないって思ったんですよね。ありえる。決してファンタジーではない。そうなんですよね。そっかそっか。だからね、この感覚共有できる人って多分意外とその話したりしたことがないだけでいっぱいいるんじゃないかなっていう、そうかもしれないですね、うんうん、それはあるかもしれない、うんうん、なんか物が移動してる感じするときないですか。あー一人でに。そうじゃないか、うん、そのここに置いてたものがないみたいなことがすごくあって、鍵、家の鍵とかめちゃくちゃあって、うんうん、なんかいい生きてそうだなってなんか思ったりしてて、あなんかそういう意味でもなんか物、ま、もしかしたらいるかもしれないみたいな、誰かいるんじゃないかっていうのがこの小説を読んでより思います、はいはいはい、なんかそう、うんうんうん、確かに。いやでもあるかも、あの物の部屋で物が、うんうん、基本的にこう定位置を決めてる人間なんですけど、そうそうですね、うんうん、たまにずれてると、いやだから俺のせいじゃないよなって思ってってなるとあれって思って動いてる気がする、うん、分かってるからなと思ったりとかしてそうそう、知ってるからな、見てるからな、うんうん、なんか言いたくなる感じがあって、うんうんうんということで、そろそろ締めに入っていきたいんですけれども、はいはいはい、この作品が長編2作目っていうところで、はい、東さんの作品の特徴としてやっぱりその生と死だったりとか、はい、何気ない日常みたいなところをモチーフにしている点が挙げられると思うんですけれども、はい、でこれはやっぱりほとぼりにもすごくこう密接に結びついていて、うん、通底するテーマでもあると思うんですけれども、うん、まあ、この第2作目、長編2作目を撮ってみて、はいはい、こうご自身としてはどうですかね、まあ、今後も含めて、うん、はい、今回の撮り方が、まあ、さっきも言ったワークショップとかがあったりとかして、うん、はい、その出てくれる役者さんの日常、その部分をすごく知りながら作れたので、うんうん、脚本もで、さらにあの自分の母親と一緒に何か一つのものを作るっていうのが初めてだったので、うん、もういろんな、あのなんだろう、いろんな要素が詰まった映画なので、はい、もうまずこれを撮れたっていうことが、しかもこの年齢で、うん、なんか今やっと親を感謝できる年になったので、うん、本当に今撮れてよかったなっていうふうに改めて思っていて、うん、なのであの、まあ、次はまたあのオリジナルもやってみたいなっていうのもありますし、うん、もしまたあの機会があれば母の原作またやりたいのもあるので、うん、またできたらいいなっていうのを考えてます、うん。でも基本的にはやっぱり関心があるのはその日常をどう見てみるかだったりとか、ね、生と死だったりとか、はい、うんうん、生と死はやっぱりずっとどうしてもこう、うん、描きたいテーマですね、うん、でもそのともすると重くなりがちな主題だったりもしますけど、うんうんうん、やっぱり東さんのね、あのレンズを通すと、はい、あの、うんうんうん、こんなにあったかいものになるんだっていう、うんうん、なんか死ぬ、亡くなることが怖いことなんですけど、私そこまで子どもの頃は怖くなくて、うん、なんか亡くなる、あのどっかに行ってしまうことが怖くないからこそ、うんうん、本当に身近にあるからこ
こそなんかあんまりこう悲しく重く描きたくはないなっていうのがもしかしたらあるのかもしれないです。早くも、もう僕は大ファンなので、あの今後も、はい、追いかけていきます。ありがとうございます、はい、またいろんなタイミングでお話できたらと思います、はい、ぜひお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。